忘却の神話がある。かつて神々がこのファージアスに生命を吹き込み、我々が生まれて間もない頃、破壊の神がこの地に降り立った。ピシャニファージアスのジャコーテ、星に住む生命に恐怖と死を与えるためだけに存在し、地上に破壊の軍団を送り出した。突入ですよ。星の生命たちは彼らに対して勇敢に戦うが、ことごとでげで、はい、レベル54。さあ、蛇行低級に突入です。ディクサさん、ありがとうです。さあ、和骨です。ヨシベさんです。すまない、はい、蛇行低級に突入というのに赤ずだいぶん足りない。ごめんなさい、エリザさんのことは私のせいで取り返しはつかないけど、私には謝ることしか、あなたに許してもらうことしかできない。エリザさんは死んだ。いや、ワコ、俺の手で9個も足りない。はい、というわけで、蛇行帝の屋敷が出てきます。どこ行くか？あ、これ？え、これだよ。これだよ。あ、これですね。はい。赤戸大門さん、吉部さんからです。さあ、突入するぞ。ついに蛇行帝と蹴りをつける時が来た。行くぞ。前回実は両親がモンスターだったことが明かされたんでしたよね。そうです、実はじゃないか、あれ改造されてた。暗黒球、ヘビーガスター、カマイン、ヘビーガスター。よし、ラスダン、ラスダンじゃないですけどね、まだ実はこの奥にダンジョンがあるんですけど、カマイン、クラッシュだよ。イエス。テレダイン、クラッシュだよ。イエス。クラッシュだ。おや、お、あれ、なんだ、おお、宝箱いっぱい、山盛り宝箱。ヘビーガスト、カマイン、ヘビーガスト、
アンディメル、アンディメル、バイオアックス、アンディメルって装備だ。バイオアックス、まあ攻撃力が高くなるけど、あれだね、単品攻撃じゃねえ。隠し階段は古いな。分かりにくいですね今のね。たまたま今見つかったからよかった。まあ絶対攻撃の方がいいや。ダークソウル、ダークソウル、あ、アンディメルって装備品なんだ。ダークソウル784、バイオワックスの方が古いな。アンディメルってホーリーワン、ヘビーガスカーマイン、ヘビーガス、壁の色と宝箱が同じって嫌がらせですよね。そう、このゲーム最初から最後まで必ずダンジョンの色と合わせてありますね。統一感があるぞ。聖なる光、何の光、ヤニョナッツ、社長が考えてそう、社長が考えたのかな、ヤニョナッツは。24個目されちゃい、おそらく社長がおいおい、あ、見つかりにくい宝箱にしようぜ、見つかりにくい宝箱にしようぜ、そうやさにしちゃい、ユーザーに見つかり、ああ落ちた、宝箱いっぱいよ、これつながりよく分かってる。ライトセイバー、武器ばっかり弱い。ヘビーガスはテレダインクラッシュだよ。俺の言った通り、旗だったらユーザーには見えてたんだぜ。旗だったら見えてたんだぜ。要素のサイズで。和骨です。10万石されて、ヘビーガスのテレダインクラッシュだろ。旗は社長の特許だからな、さすがですよ。ねえ、特許ど、特許取ってない、ない。イエス、カーマインミストフォー、和骨です。クソ社長は早く上手、30個です。社長、社長サーツだけレベル必要はないんですか。アストラリウスに関してあれ、あれでバランス取ってるから、俺のバランス調整、見事なバランス調整、見事な。さっきのとこ、あ、さっきのとこ、和骨ファージアス、レンジミニから始まってた、チーン、あら、お昼の部もよろしくお願いします。よいしょよいしょ。カーマイン、他に隠し階段あるの？ないか、ない。ワコ、15秒だから気をつけろ。35個目されて、15秒はやめた方がいい、ね。足の速いんだったらいいけど、足遅遅遅遅遅くしてて15秒だから自爆するしかないね。あれ、ヘビーガスは照れない、クラッシュだ。これもヒューマンなんでね、笑っ、同じヒューマンですね。何だろう、クラッシュだ。
ギャランドゥ黒金下がりですか。かわいいヘビガス。微妙なレベルアップ。あ、ミノナちゃんがいる。あ、ディメオラ、これを見てよ。ここは蛇行帝軍の兵士製造工場なの。蛇行帝ったらひどいよね。占領した国の人々や破壊神を崇めていたジグラ族の人たちを自分の都合のいいようにモンスターに改造して操っていたんだから、人を騙すのは悪いことだよね。だってエミタサーのお父さんっていうのも嘘だったしね。ジグラ族の人たちや騙されてたエミタスアのためにも嘘つき蛇行帝を倒してよね。お前も罪があるぞ。お前も蛇行帝くんで罪もない人々を襲ってたんじゃないのか。私は直接襲ってはいないわ。だんだんにしとけばよかった。その名の通り邪悪な雰囲気の場所だな。土地の地下を走る地脈の人間が微妙なですよ。平気よ。凍らせてたよね、この子。凍らせてた。そしてまあ俺は俺で責任取るで必ず。蛇行帝だってもう怖くない。さて蛇行帝の居場所がサーチできるか。おそらくよ、暗黒球の上の方だろう。よし行くぞ。行くぞ、上の方だ。なところにスライム出番なし。わら、待ってる。全然絡まなかったね。お、なんかいる。テリダイ、クラッシュだ。おちゅうちゃん待てると変わらないかい。ツヤしてるよ。まあ、でも最後まで役立たずだね。ここは洗脳された者しか入れなかった場所。まさかこれほど大規模な改造をしていたとは。なんてこったい。スヤーン、ペンリルビュースフォー。これがスナッチャー工場。改造された仲間はもはや一片の記憶もないでしょう。もし戦うことがあるなら倒した方が彼らのためにもなるでしょう。イノナ様が我々を地下牢から解放してくれたのです。カマイ。イエス。蛇行帝は破壊神が蘇ったならば我々に不死を与えてくれると言っていました。だが結局は我々を兵士の材料としか見て材料としか見ていなかったのです。どうか蛇行帝を倒してください。昔一人の若い娘がこの地に現れ、暗黒球が立つ前にあった英雄の神殿に入っていきました。蛇行帝が我々の前に現れたのはそれから間もなくのことでした。蛇行帝はディメオラ だからね。神殿の上に立てたのか。神殿を。林道さん、ありがとうございます。破神戦争の時代、我らの祖先は破壊神を崇めることによって生きていくことができました。そのために我々はあなたたちの敵となりお互い戦っていました。千年前に破壊神が封印された後、我々は破壊神のしもべだということでこの地に逃れ、今まで細々と暮らしていたのです。しかし蛇行帝が出現し、我々は再びあなたたちと戦わされました。もうあなたたちと戦うのは嫌です。どうか蛇行帝を倒してください。ここにいる者以外仲間は全て改造されてしまったようです。ディメオラ様、どうか蛇行帝を倒してください。よし、我々を騙し続けた蛇行帝を倒してください。じゃあ後手散々だな。もう日光野球部といい勝負の環境ですね。あれ、あっち行けないね。いや、日光野球部は52個目差で、全然洗脳がないですから。
最低なんだあいつ。最低だ邪行で。通り抜けるのないね。ここはパレウィドナ様がいるだけ。何か追い詰められたから邪行で一人に責任を押し付けてるように見えるそんなあれに見えるね。和骨です。57個目サインです。卑怯なやつらですね。卑怯なやつらだ。まあ弱い弱いからしょうがない。しょうがない。無理やり従わされていたと思う。逆らったら殺されちゃうからね。邪行戦に弱いものはね、強いものの強いものに従っていくしかないな。バーストさんです。あれだけ会社のために頑張ってきた邪行帝も報われませんよ。いやいや、邪行帝が社長だから。フェンレールミスポー。今回のディメオラに比べて他のディメオラは分身一体だけで強いのはずるいわ。よし、合体したしね。射程強そう、射程弱そう、これが PC エンジンミンの総意ですよね。よし、そうだね。射程はちょっと、射程は弱いで小物だからね。ウィノナの指輪。ウィノナちゃんの指輪の方がいいのかな。何がこれ。文字数も画数も多いからな。多いのは強いんだ。何が50なの。キールさんは弱くはない。でこいだけなんです。じゃあこのリボンがいいかな。でこいだけなんです。多いのは強いとかね。バイオシールド。お、632。よし、邪帝に負けた。主人公の親父の立場ない。ヘビーガスカーバイン。ヘビーガスに負けた。世間に負けた。邪帝に負けた。ミスポン。こいつが天然の女の子なんだろうな。こいつらめ。ダークシール。ダークシール弱い。じゃあここで周りに女の子を置いてましたからね。女の子を改造したのかもしれません。よし、クラッシュだ。イエス。正代クラッシュだ。邪行帝は最低だ。ディメオラもそう思うだろ。そうだ、ディメオラは、俺はディメオラ、奴は邪行帝。違うんだよ、違うんだよ。あら、これ元のとこだ。こっちは来たんだよ。
俺は邪皇帝と同じ顔、分身だけども俺の分身が悪さしてすまなかった。濃厚キルさんにしたい。ヘビガサかわいい。ジュニアは邪皇帝だった。70個目指せ。ジュニアはもう皇帝だけど、皇帝って言われてますね。 F1 界のね。ミスフォーム構え。よし、ジュニアは OK。 ジュニアはノーノー OK。 ジュニアは OK。ギャランドゥ、ジュニアのギャランドゥ、クラッシュだ。ほら、ジュニアのギャランドゥ、ほら、あそこに宝箱ある。ほら、なんだこれ。ジュニアのギャ、あ、落ちるのかい。落ちた。あ、ここか。あ、ここか。ギャフン。ここ、こう、あら、さっきの上でよかった。イエス。あ、これ行き止まりかよ。構え。ガリ階段どこだ。
スーナさんですね。現状が。チャリン。なんか入り口だね。入り口戻ってきたよ。隠したところに階段があるのか。ヘビーガスター、カーマイン、ヘビーガスター。はい、75個もされちゃい。デザインはカニックスの量産型っぽいですね。デザインカニックス似てますか。あー、赤い見た目だと見えるかな。まあ、一つ目なのは合ってますね。ごめんなさい、赤くしたらテレダインの方が強そうですね。いや、そんなことはないよ。
カニックスの勝率は褒められないしけなせない、そんな感じなんです。そうね、カニックス頑張りましたよ。あ、ここは行ったの。あれ？すごい模様ダンジョンですね。なんか同じような景色が違うから、あ、迷っちゃいますね。気のせいかラックスさんの声が眠そうに聞こえます。気のせいですよ。アントラー、お、久々に身をやってみるか。なし、効果なし、桃色なし、黒色なし。わこつ、円楽さんがいる、あぶねー。45メートルで、アストラリウスならね、出たぜ。出てないぜ。効果なし、効果なし。アントラー、お、バイオメール、バイオメール、バイオメール、俺はバイオメール。お、バイオシリーズ固めた。ビームライフからバイオ、そしてサードネスはダーク、ダークで固まりました。やったぜ。なんかダークなのがダークだね。俺は金むしみの王子ディメオラ。あ、やっぱディメオラだね、バイオだからね。サードネスは黒いからダーク。バイオハザード、なんか車みたい。ティーバックは得てた種族とは思えない装備。ティーバック履いてた。あら、バナが落ちちゃう。よし、バイオだとバイオマン思い出します。バイオ、あ、バイオ戦隊バイオマン、ててててー、バイオレッツ、バイオツー、バイオスリー、あ、違う、バイオブルー、バイオグリーン、バイオイエロー、バイオブラック、5人揃ってバイオマン、ブルースリー、ててて、バイオ、バイオ、バイオマン、レッツゴー、飛び出せ。おー、バイオ、バイオ、バイオマン、バイオ戦隊、バイオマン。最後、正解とか合わさった通りしてそう。てん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 。そうね、バイオだからね。ファイナルファンタジー4だとバイオの魔法がきつかった。バイオ強かったんだっけ。サードネスはもうサードネスのティーバッグだからね、回しみたいだよね、きっとね。それジェットマン、ね、ジェットマン、ちょっと待ってくれ。あ、ジェットマンだっけ。ジェット、ジェット、ジェットマン、バイオ戦隊、ジェットマン。誰だ、こんな合体でバイオマンとか言ってるやつは。バイオはでかい顔に体が使ってくる。でかい顔、あ、もう覚えてないよ。ファイナルファンタジー4、スーファイン版とプレステ版クリアしたかな。誰だ、女が2人でバイオマン。誰、お昼間ですぞ。
この放送はしかもこのコミは上品なコミですよ。ジェットマンはエンジン PC エンジン界で一番上品なっていうかニコ生界で一番上品と言っても過言ではないですよ。ニコ生ね、上品とは上品です。上品え紳士淑女が集まるところですから、ここはね紳士淑女のたしなみ。私です、お上品な放送で、141個目でお上品な放送でございます。あれ戻ってきた、あれ戻ってるじゃん。え、なにここ、お紅茶片手にご視聴ください。あ、戻ってるじゃん、ここあんこ球の入り口じゃん。どうしてどうして戻ってきたの。そう、女性いらっしゃいますよ結構。20代から40代の女性が結構ね、いらっしゃいますよ。サンバルカンは 3P ですかね。サンバルカンはね、サンバルカンは太陽戦隊、実は女性8割ですからね。太陽戦隊サンバルカン、てて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 、君は太陽を見たか。あれサンバルカンの歌で覚えてたのよ。日本人男性の、ああ思い出した思い出した、太陽が星もなかったら地球はたちまち凍りつく、太陽が星もなかったら君は微笑みなくすだろう。イエーイ、太陽は微笑みだから、地球は僕のものなんだ。イーグルチャックパンサー、イーグルチャックパンサー、太陽は僕らに泣いている。フォローザサンサン、マスクドサンサン、太陽戦隊テレテレサンバ。あー最後まで歌えるわ、すごい、全部暗記してた、すごいよ野球はね。そう、27歳大森さんとか結構女性が多いですよね、ファックス見ると。女性8割がある、あるかな。だからなるべくね、下品な話題は下げてますよ私、下品に、ね、ならないように。あそこに階段が隠れてる。夏の合体サンバルカンですよね。夏の合体サンバルカンなの。ワンダさんあれです。あ、聞こえましたか。僕のくしゃみが恥ずかしい。結構な音量で聞こえました。おお、これ落ちたんだよね確かね。恥ずかしい。あれ、ここ落ちるんだよね。上から落ちたらいい。くしゃみ一つで。くしゃみ一つで。くしゃみ一つでダウンさせてててて、くしゃみをした私はなんだか可愛い、愛を取り戻せ。社交性ちょっと難しくしすぎたか。社交性のところになんかたどり着いてない。あれここだよね。もう何回来てる。になっちゃった。ジャコーゼ、ちょっとどこに行ってんの。前回すんなり行っちゃうんだね。前回の残ってたデータのやつは56でしたよ。もう56超えちゃう。56追いついちゃう。クロムデ先生、2回目のクリアの方が遅くなってる。どういうこったい。フルボイスとはいえ、ジャコー、なんてこった。森さんが一番されちゃう。前回56でクリアしてんのに、もうクリアレベルに行っちゃうよ。クリアレベルに行っちゃうよ。フルボイスでボリュームが増えましたからね。フル
ボイスバージョンだからまあボリューム増えてるけど、カコラックスフルボイスでやってたかなこれ。超新星フラッシュマンの音と江戸曲用方式でした。ああ超新星フラッシュマンいいけどね。超新星フラッシュマンでててててててて、フラッシュフラッシュフラッシュマン、レッツゴー飛び出せ。超新星フラッシュマンなんか分かんないんだって。フラッシュフラッシュ参上。額が広い友達のあだ名がフラッシュマンでした。額体が広いおでこで、超新星フラッシュマン、フラッシュレッド、あれフラッシュレッドとかだっけ、フラッシュブルー、あれグリーン2とか言ってたのなんだっけ、グリーン2っていうのが有名なのが、ブルードラゴン、あれブルースリーだ、ブルースリーグリーン2、あれがフラッシュマンだっけ、レッドワン、グリーン2、グリーンが2って珍しいよね。あれここ UE のなんちゃうんだよね、あれここに階段あったっけ、ブルースリーはバイオマンですね。 あれがバイオマンだ、フラッシュマンは前に色がついてレッドフラッシュだ、メガレンジャー可愛かったね、メガレンジャー好きでしたよ、メガメガ、メガレンジャーニコニコでやってた、レッドファルコン、あれ入ってない、レッドファルコン、グリーンホーク、ブラックペガサス、ワンダースワン、5人揃って、もうのあれはもうすごい強固の高さです。ライブマンだっけレッドファルコン、あーあの不良の勲章の人ね、島田康介じゃない いやあの人ですよね。現在ちょっと太っちゃって出られないね、あの最後あ、アンダーターミスラがこんなとこ出るやん、アンダーターミスラが、アンダーターミスラってあのイオーモンのとこにいたとかで、イオーモン島大好き、お、ホーリーアーマー、ホーリー聖なるアーマー、どんだけいいのが出るのこれ、わー、バイオメールが格下げになっちゃった、このダンジョンで手に入れたのがもうお払い箱ですよ、ホーリーシリーズなの今度、もうダークメールもお払い箱、わお、じゃあアティマちゃんはでも、アティマちゃんはマジックシリーズかな、アティマちゃんの装備少ないね、これで入れるの、オーリーで入るの、なんだバイオメールゴミじゃないですか、バイオメールゴミだったバイオメールまあサドですが、最後はやっぱり聖なる装備になるのかな、アンダターミスラーボスボス、このなんか開けるのがいるのこれ、あ、開かない、私は神様だよ、なんだってウィノちゃん、旅行艇には友達がいなかったから装備品も手を持ってたんだろうな、特に防具ばっかり置いてあるねここね、あ、武器もあったっけ、いいの置いてあるんだけど、暗黒というか嫌な響きだ、ウィノちゃんなんかストーリーが良かったのはタイムレンジャーでした、タイムレンジャーね、オープニングでタイムレンジャー言わないのよね、あれね、オープニングはまたストーリーは良かったのに最後ね、長井勝がねちょめちょめになっちゃった、歌ってみる、あ、ジメオラ、あれ違うんだ、なんかウィノちゃんがアイテムイエローライオンが今も変わりなく活躍されてる西村和彦さんですね、あ、西村さん時のまで、ちょっとやそっと強い武器があっても範囲攻撃じゃなければいらないな、いらないよね、まあ特にまあボス戦はともかく雑魚戦はいらないね、なんかあるの？
西村さん、この間ね、画廊で殺されてたよ、ガロで。悪いやつ。せっかく逃げ出してきて、平和に暮らしてた花屋さんの役だったのに、悪いやつにやってきて。ああ、佐藤さんもね、今もプンプンやって、今もなんか最近、また通販で見、出だしましたね。一時ね、押されてたけど。範囲攻撃の味を知ってしまったばっかりに、もう範囲攻撃が強いからね。ここになんか階段見落としてんのがあったの？ないよね、階段。なんかさっきの扉を開けるアイテムをなんか取れるのかな。倒したいけど、進めないんだよ。自分も見ました、通販で佐藤珠緒さん。なんか事務所の社長が読み出したんでしたっけ。毎週なんかこの放送始まる前にファミリー劇場でなんか、ね、開運財布、財布の宣伝やってるツアーの財布を買いでお金が貯まったらね、もうみんな財布買うよ。なんかここら辺に隠し階段があるのか。社長夜逃げしたんだ。それで出れなくなってた。開運財布を買うお金がありません。開運財布を買うお金がない。時々お腹の音しません。ワンダさんじゃん。お腹の音はどの音。脱いだ時の玉を持っています。あれ持ってたけどね、もう捨てちゃったわ。取っとけばよかった。だからで もったいなかったね。いい乳してたよね。確かにお腹鳴ってる音聞こえるのよね。結構がっかりおっぱいですよ。がっかりおっぱいだった。いい準備してなかったっけ。上品とは2回目。お腹鳴ってる音なんだろう。仮面ライダーゴーストに西村さん出てたの最近知りました。結構重要な役で。そうなんですか。仮面ライダーゴースト時の音かな。ああ、あれですか。お敵を見られた。雪崩の前兆ですか。雪崩の前兆の時 音鳴るの。やっぱりゴゴゴゴゴってジョジョみたいな気温が。ゴースト見たことないや。ゴーストゴーストゴゴゴゴゴースト。ここは怪しいんだけど、やっぱり違うよね。あれ、あそこに登り階段あるじゃん。あ、登り階段行ってないじゃない。あれ、登り階段、あ、登り階段降りてきてダメだったんだっけ。扉が開いてない扉があったような。出てました。ダメなのさんでした。仮面ライダーゴーストといえばマシュマロマンですよね。それはあれじゃない、ゴーストバスターズだよね。レベルが上がることはよくある。ゴーストバスターズね。昔ナムコでゴーリーゴーストっていうのがあったけど、ガンシュー君で。あ、ここじゃない。ここだ、ここだ。来た来た。迷ってるうちにね、ちょうどいいレベルになる。いつの間にかお金もめっちゃ溜まって。お金も溜まって、ああ、あの最強武器のお金になってる。あれ90万だったよね。お、すごいだめ。1、10、100、1000、万、10万。やった、もう100万になってる。溜まってる、溜まってる。あれ、あれ、ここ来たことあるじゃん。あれ、一番最初来なかったの。あれ、一番最初来てるじゃん。あれ？
今の音かな、お腹の音、 BGM に混じってるやつ。 BGM 混じってる。シンバル、あー音ねうーって言ってるやつね。わかりました、わかりました。お腹の音じゃありません。わらわら、それだそれだ。ここになんか隠し階段があるのかじゃ。ランチは何でした？私のランチはね、唐揚げですよ。スーパーで買った。あとおにぎり1個。それに野菜が足りないんで野菜ジュースを飲んで。完璧ですね、バランス。バランス完璧ですよ。完璧なバランス。バランスすごいわ。すごいバランス。栄養のバランスがすごい取れてる。バランスに定量のあるラックス。バランスがいい。野菜ジュースは糖分多め。いや 無糖ですよ。無糖、もちろん無糖なんで。無糖だから糖分も多くないから超バランスいい。最高の形ですよね。すごいです。昔と違って野菜ジュースも美味しくなりましたね。美味しくなったしね、もうね、もう糖入ってないから最高ですよ。糖質ゼロですよ。糖質、悪者の糖質いませんからね。糖質ゼロだから完璧に計算された昼食でしたね。まさに充実したランチ、オフランチ。これからのね、午後放送のこの2時間半に耐えうる良質なランチでしたね。はい、落ちるのかこれ。落ちたよね。うん、お腹が、この音が鳴ることはないです。しっかりエネルギー補給してあるんでお腹の音は鳴らないんですけど。迷ってますね。です。いやらしいのかな。隠し階段とは何？ないね。隠れてるところに階段があるかと思う。ないね、ないね。上り階段を越してね。ん？左側行ったっけ？今怪しいな。あの左の影に隠れてるところ、こういうところになんかある。ない、ない。
来たらここだね。ちゃんがいるっていうか、あそこ正規ルートじゃないのかね。ミノナちゃんのとこは正規ルートだから、あそこになんか見落としがあるのかな。あそこに何も階段がないのがあるのよね。あ、ここあれか。あれおかしいね。ここミノナちゃんだね。ここで倒したいんだけど、邪行天のとこはね、邪行天、ちょっと時間かかりそうなので先にお昼をいただこう。邪行天社長、遅くなりますわ。ここ開かないのに、なんで開かないの。なんかアイテムを預かる所に置いてきたっけ、ひょっとして。ひょっとしてアイテム、なんか柔道用アイテムを、あれ預けてきたのかな、ひょっとして。ちょっと出てみるか。ちょっと出てみよう。来たの。なんかお金も貯まってるしね。あの最強武器をちょっと、あら、あ、出られないじゃん。あら、脱出できない。ここがあれなんだけど、ちょっと一旦降りて出てみようか。オッケー。ジメロクの全体回復じゃないや、全体攻撃のあの武器なんだっけ。どっから開けたっけ。ハンドガンから育てていたんだけど、ハンドガンをちょっと育てて、デメオラにもレーザーガンだったら全員絶対攻撃だから。
塩っぽいのないの。ダダグッズじゃないですか。ダダグッズじゃないと思うんだよね、どう考えても。嘘なんだよ、アンディメント、アンディメント。あった、フォーラックス、ボムグレイブ、全体攻撃だったら、ダダの前でダダフンフン、ダダフンフン、ボムグレイブって全体攻撃かな、どうだろう。一体どんな効果なんだ。ダダ星人、値段が高い、値段高い。あ、ボムグレイブすごいじゃん。ディメオラでちょっと全体攻撃できるかだ、できなかったらダメ。ここにはちょっといい武器がないから、できなかったらお蔵入りですね。できなかったらお蔵入りですね。ラジュール、あ、ちょっと、あ、あ、ちょっとおしっこは我慢できないんで、おトイレタイム、もぐもぐタイムならぬおトイレタイム。そうだね、いってらっしゃい。つまり引用ってことじゃ。この時間のかかりよう、ショーでなくて大かな。おー、寒い、あー、寒い、ショーです、ショーです、ショーがすごい溜まってる。はい、185個目大事、お帰りなさい。ふー、よし、ギルドギルド、ラックスさんは日中7回以上トイレ行ってるから頻尿なんだよね。そうなんですよ、7回以上は行っちゃうよ、絶対。そうか、じゃしょうがないな、違う、しょうだけにね。あれ、ガンって売ってないっけ。ガン売ってないな、ガンどこに売ってんだ。保険でガン買っとこうと思ったら、まあまあ、売っとこうじゃん、売れるのは売っとこう。これはなんか回復であれだから、あ、パルスレーザーで強化できなかった。あ、できないんだ、パルスレーザー、グランドランスもある。あ、ちょっと待って待って、単品武器で最強はちょっとな。自分もお茶をたくさん飲むのでよく行きます。ボムブレイブがあって、
きますよね、やっぱりね。ボムグレイブ、バイオアックスだってね、バイオアックス、これはサッドネス用で取っとけばいいね。ボス戦は単品でいいからね。でも変わっていいな。バイオアックスは残しで、やっぱロックレーザー、グランドラウンス、クリスタルヘルム、ディアメッド、バイオアックス残しのダークソード、ライトセイバー。自分も行きますね。ここは頻尿が集う放送なんで。頻尿が集う放送でございますよ。いや、な、ヤシの実、ビームライフル持ってる。よし。どこに売ってたっけ、ハンドガンは。ハンドガンを強化しないとね。あっ、これは。マシャーキー、流行りの病対策で飲みますね。流行り病対策でね。あれ、ここに置いてないな。売り物、宝箱オンリー、ひょっとしてないぜ、ないぜ。あ、オーランド、オーランド、オーランド、ノグドエル。あったあったあった。ハンドガンからパワーアップ だったと思うんだよね、確かね。ハンドガンからレーザーガンだよね、多分ね。レーザーソードはビームナイフはライトだよね。ハンドガンからだ。リボルバー。マグナム。レーザーガンやな。レーザーガンだっけ。あ、レーザーガン、まあ攻撃力イメージで全体攻撃できるな。アンディメルってなんだ。アンディメルってディメオラだけなんだ。ディメオラ専用なんだ。アジマちゃんは。アンディメルできないね。よし、ゴムクレイブ次第だね。アワジーさんがあれくらいです。この辺にいい宿はないです。この世界は真面目なあれなんで。よし、じゃあ暗黒球に再突入。何もなかったんですよ。ブニャブニャブニャニャブニャブニャ。チャットネスとかいう最低野郎がいるんですけど。よし、もうどこかで受験してもいいんじゃないですか。いいじゃない、全体攻撃じゃない、全体かグループ攻撃かもしれない。いいじゃない。レーザーガン作らなくてもよかったですね。多分あっちなんだろうな。ただアイテム、開くアイテムみたいなのなかった。
どっかにあるはずなんだよな。ロボットでね、このロボット弱いんでね、意外とちっちゃいんじゃないですかね。最初は海も渡れなかったり、最初は海も渡れない、ロボットですからね。切るだけだとね。あ、あ、奥にもある。ボタンがあるじゃない。そんな感じでしょうね。これであの扉が開くのか。開かない扉が。なんか開いてことはしないんだね。開いた音がしたぜ。あ、ボムクレームでも全体攻撃じゃないんだね。雑魚戦の時は 全体攻撃の。レーザーガンでいいや。うん、これ便利だよ。197個目じゃない。今からラストダンジョン。この後まだダンジョンあったと思うんだけど。あれ？じゃなかったっけ？ちょっと無理かもしれない。ファイナルラストダンジョン。ファイナル実質ラストダンジョン。いや、もう一個ラストダンジョンが確かあるはずなんです。このままじゃカコラックスに笑われちまうぜ。笑われちまうぜ。もう笑われてるよ。やっとここの謎が解けたから。反対側のスイッチを押して反対側行けないといけないっていうのがいやらしいな。いやらしいぜ。何かもうこちらのロボ乗ってんじゃないかと勘違いしそうな敵面ですね。やっと来たわ。
まんじゅう片方頼んだ。まんじゅう何にもやってない。ここの回だけなんかアンダーダミスラーが出るんだよね。ノーパン。ブブー。あのスイッチなんなのよ。あのスイッチ何？あのスイッチなんか別のところ？あのスイッチは何ですかね？あのスイッチは。あのスイッチどっちがどっち？あれ？あのスイッチは。頭の胸のスイッチを押してみましょう。いやん、セクハラよ。胸のセクハラのボタンを君は何度も押してくれたよね。それはただの壁ですよ。あれ？なんか他に見落としがあった？赤いスイッチさっきみたいにあるんじゃない？赤いボタンをちょっと見落とさないようにしとこう。ちょっとね、こういう赤いのがありましたからさっき。赤いスイッチが、赤いボタンを押した君が僕はとても好きだと言えたのさ。失礼ね、それはただの壁って。私は結構あるのよ。こう見えても結構あるのよ。こう見えても結構あるのよ。私は頭の胸が青いボタンを知ってるかい。僕らの未来を知ってるかい。マテルは何でも知っている。こっち行ったんだっけ。あ、こっちか。こっちで行った。コズミックの方がでかいからな。コズミックファンタジー。みんなでかいから、ね、あれ何も反応がないね。もう押したことになってるの。他にもスイッチあったのか。ディメオラもう57。あ、またあった。いや、これ敵出てくるスイッチ。これは罠スイッチ。57歳。待てる、レベルアップ。あ、なんだこりゃ。うわ、あ、落ちた。わなんだ。わお、動くのかよ。あ、これが動くスイッチだったのか。上も動くんじゃないか。帰りは動かない。帰り動かないのね。そんなトラップが。まあ、下から行ってみるか。
のあ、邪行でいやらしいトラップ仕掛けるね。いやらしいわこれ。邪行帝のいやらしいトラップ。ない。お、なんかいる。貴様ディメオラだろう。俺の父を殺したディメオラだな。死んでてくれ。なんだって、お前の父さん襲ってきたんだろう。俺は襲いかかって。あ、ボスの音楽だ。マーゾフ。配信であるディメオラはダメージを取るために定期的にいやらしいですね。わかります。装備品変えたけ、ああ、直前で変えられないね。人がいたらちょっと装備変えとこうね。せっかくの単品武器なのに。ほら、アディス。ディメオラは下半身で生きてるんですか？ディメオラは真面目ですよ。随分と偉そうな戦闘になんかボスっぽいなのに、ボスっぽいやつなのにザコの BGM とかありましたもんね。この親父誰だろう、覚えてないな。誰かいたの。待ってるから珍しくずっとばっかりやる。イエーイ。この人、歩きにくそうだな。歩きにくそうだね。海にいる方がいいんじゃないですかね。水中戦闘の方が。殺したやつのことなんか一日覚えてられねえぜ。俺は一体今まで何匹ものモンスターを倒してきてるんだ。オッケー。パチパチパチ。このモンスターはマーゾフか。マーゾフって誰だっけ。今日はプロレスの日だそうですよ。きっと私の両親と同じように邪行帝に改造されたのね。6本手の中ボスの方が強かったぜ。人の命を自分の道具にするとは。邪行帝、やつだけはこの俺の手でこの世界から消し去ってやる。あ、マーゾフってあの少年だっけ。あの少年なんて言ったっけ。先週なんかどっかの、あの別世界で逃げまくってなんか爆弾で破壊して、あのディメオラの町か、ディメオラの町を破壊した。バリア壊したやつ。バリア壊したやつだっけ、魔族って。あ、バカ王子か。あの王子のことだっけ。あれ改造されちゃったの。父の仇だとか言ってたのか。違うのかな。あれ名前なんて言ったっけ。忘れてた。お、いよいよか、いよいよか。あ、いる、なんかいる。あー、ちょっと待ってちょっとオートに進むなよ。あー、ちょっと、お前も罪な。うわあ、装備変更とかしたかったのに、もう。そうそう。かつての恋人をその手で殺し。むせる。そして今。むせる。小さな少年をも殺したのだからな。
いや、お前が改造したら小さいし。改造しておいて何を言う。そうだよ。それは誤解だ。マーゾフはお前に復讐したいと言うから、その手伝いをしただけだぞ。なんとも。あの小僧の父を殺し、お前に差し向けたのはその私だった。なんのこの下僧が。貴様。貴様は。この私自らが相手してやる。許さねえ。来るがいい。絶対に許さねえ。ちょっと待て。その前に装備を変えさせろ。ちょっと装備変えさせろよこの野郎。うっそ、許さねえ。絶対に許さねえぞこいつ。俺に罪をなすりつきやがって。装備を変えさせろって言っただろ。せっかく単品武器持ってきたのに。レイザー見たくない。精霊マゼル頼むよ。回復はもう精霊マゼルにしてるから。これこのまま使わないままエンディングに行くのでは。いや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 、精霊マゼル頼むよ。ちょっと精霊マゼル来ないか。もう一回チャンスをやろう。精霊マゼルチャンス、あのもう一回頼むよ。そろそろ精霊マゼル来い。続きすんなよ。精霊マゼルだろそこは。いるわけ。精霊マゼルしないじゃない。もう待てる。回復当てにしてんのにな。犠牲とか。ジジメロさん混乱かかったぞ。また皇帝が混乱した。皇帝が混乱したぞ。あっさり、笑。やっぱレベルもうクリアレベルいってるからね。そらそうよ、みたいな。おらお前は。デバフかかるんかい。もしかして。おのれ。知ってた。知ってた。ディメオラと同じ顔。ディメオラ、ディメオラよ。最上階に来い。宿命の戦いにふさわしい場所で貴様を倒してやる。そりゃ昨日ディメオラですし。あのね、ディメオラついてたからそれは同じ顔だよね。最上階に来いって言われた会話。このディメオラ皇帝老けてない。ちょっと老けてない。やっぱさ、ほら、あの驚くことじゃないよね。先週言ってたし。今更ありがなんで驚くの。今までの分身も全員同じ顔だったしね。その名の通り邪悪な雰囲気の場所だな。先に蘇ってるから老けてるんだよねきっとね。結構、ま、前に邪皇帝でも実際確かめてみると本当に同じ顔だ。ああ、本当にウリフタだわみたいな。ちょっと老けてたよね今のね。だいぶとくか。まさか分身だったとはこの理白の目をもってしても。いやいや、もう先週言われてたし分身だって。あリアクさんの目は節穴だからな。最上階まで逃げる必要ありますかねこれ。みたいに6個だったりして。カリンピーさんみたいな。伝説では4つに分身してますから、6つとは言ってないから大丈夫です。あの古い文献に4つに分けたって書いてあるから。ストーズマシンが平田だろって言われてもプロレスファンは誰も驚いてなかった。誰も驚…あれなんか片方からからんなってあれ。ジャコーデ取った。ジャコデさんこれ宝箱入れ忘れてるよ。眼球くり抜いてリーダー集めた。残念空っぽだ。レベルの節穴。分身と合体するたびに年齢が上がる。なんだよ最後マスタードラッグかよ。一体何歳に。一体何歳なんだ。ちょっと待って。どっちかというと少年からのこちらの変貌ぶりの方がよっぽど驚くところや。まだか。オートイベント始まったら困るからな。少年からだったらねビビっちゃうけどね。そう
オールアックスじゃない、ボングレイブで、サッドネスがバイオアグに変えて、お、来たな来たな来たな、オッケーいいよ。来い、アキラみたいに老人顔の少年が、美白さんとどちらが節穴か勝負できそう。その力、どうやら3つの分身と合体したようだな。ディメオラよ、千年前貴様に敗れた恨み、今こそ晴らさん。やはり貴様が俺の最後の分身だったのか。そうだ、私が木の属性を持つディメオラだ。かつて覇人戦争でお前と戦い、お前に吸収され、お前に切り離されたディメオラだ。私は破壊神に作られた男、少なくともお前のように創造主に逆らわず自分の役割、つまり破壊神の復活のためにまっとうに行動しているのだ。こう見えてなかなか忠誠心があるだろう。俺もお前も神々と業があやなす宿命にもてあそばれる愚かな存在に過ぎない。あとは宿命に従って決着をつけるまでだ。望むところだ、望むところだ、うん、俺とお前と大五郎、ライガーの山田がマスクをかぶって帰ってくるまとなことが当時のプロレス雑誌に2回であった。2回書いてあったからもう驚かなかった誰も。誰もよし、ほら、こい、えい、おダメージ上がって300だ。この剣、ほら、ここはビームサーベルだね。精霊マテルばっかりしてくれたら無敵なんだけどな。レーダーって何か無理かよ。ほら、寝すぎ、わら、ここでも寝るのかよ。ほら、ほら、おん、精霊マテルやってよ、精霊マテル。終わった、イエーイ、ディメラレベルアップ、スタッドネスレベルアップ、マテルレベルアップ、アズマレベルアップ、パチパチパチ、どうだ、うわぁ、私はまたしても貴様に吸収されるのか。くあ、だが赤き邪眼はすでに衛星ゴドムへ送った。間もなく破壊神は再び蘇る。何ですって、遅かったか。遅かった。破壊神が蘇ってしまった。貴様と共に我が主サイバの生贄となるもよかろう。その時を待つぞ。次がラスダンです。いよいよ、邪皇帝打ち取ったり、スペースドライブを手に入れた。邪皇帝は今来たわ。吸収した。キノビネオラを復活させたのは誰なんだ。奴は俺の最後の分身だったのさ。は、そこのミコじゃないか。ここにもともとディメオラの復活の神殿があったみたいだから、このミコさんがいたんじゃないですかね。はい、
とりあえず復活させなきゃよかったけど、復活させちゃったんだね。じゃあこれで戦争が終わったのか。いや、まだだ。邪皇帝は赤きジャガンをすでに空に浮かぶ衛星ゴトムに送った。赤い神は1000年の沈黙を破り、再び蘇ろうとしている。なんてこった。あれがあの月が破壊神なのか。では私たちは何もできずにこの地上で滅ぼされるのを待つだけなの。いや、邪皇帝を倒して失われていた重神兵の宇宙航行用のパーツを手に入れた。俺たちなら衛星ゴドムに行くことができる。この星の運命は全てあなたたちにかかってるわ。どうか破壊神サイファーを倒してください。その女の子はどこに行ったんだろうなって思って、その子が美人だったら。俺が目覚めたのは悪いことしなかったろうに。全てこの時のためだったのかもしれない。ああ、その女の子どこ行ったんだろうね。いやね、確かにその女の子は。まあいいさ、今度こそヤツの息の根を止めて神々のふざけた宿命から逃れてやる。行こうみんな。さあ、いよいよラストダンジョンに。アレフの女王としてあなたたちにお願いします。破壊神の復活を必ず阻止してください。ディメオラ、お願い、私をアレフの民を導いてください。よし。あれ、敵出てくんの。ちょっとこの場所敵出てくんの。まったく。邪皇帝、おいおいおい、ここら辺雑魚退場してくれよ。空気読んで。破壊神の存在はもはやファージアス世界だけの問題ではないわ。彼は破壊すべきものが全てなくなれば新たなる破壊を求め別の惑星へ向かうでしょう。たとえ創造神の意志に逆らうことになろうとも破壊神は倒さなければならないわ。今を逃せば破壊神を倒す機会は失われてしまう。ここで出たら全然悪くなっちゃうよ。どうか全ての生命たちのために破壊神を倒して。所詮俺には破壊神を倒す力なんてねえよ。俺は俺なりにここに留まってサテラを守ってるよ。悔しいがお前らだけで楽しんできな。いや、みんなで行こうよ、みんなで。みんなで。まんじゅうよりはよっぽど役に立つと思うんだけど。俺はシドと一緒にここに残るよ。佐藤、俺の分まで戦ってくれ。お前には全ジュノン族戦士の期待がかかってるんだからな。兄弟で電気に乗るぐらいの兄弟なのに一緒に行こうよ、ここ。ええ、せき止まってるから。また会おう、兄弟。兄弟なら一緒に行こうよ。じゃあ出ますよ。あ、その前に装備変えてこう。レーザーガン、歩き変える。歩きなの。え、歩き。マテルは開いてた宝箱に詰めていくからだ。シューティングゲームで宇宙まで行く。おのれー、破壊神ラックスめー、残党狩りもお願い。あ、ここで落ちれる。よし、残党狩りも。残党がまだいるよ。マテル多分50になったらあれだろうね。また身が食えるんじゃない。あ、でも怒った、なんか怒った。まあ、まだ怒った、怒った。何が怒った。ワコックス、R 分を友の100カー分弾は不思議な光、頭突き、地震を起こすマテルドラゴン。お、マテルドラゴン、ドラゴンになってる。農協級にされてドラゴンになってる。これが最高なのかな。ね、まだ身はあるけど。ドラゴン。ドラゴン。暗黒級。あれ？もう次の話だ、次の話。あ、変わった。ここ今あなたは変わらないのか。学校ってされるんでしょ。そのまんじゅうじゃなくてドラゴンなんだ。ドラゴン。宇宙で地震と変えれなくない。男の俺はこの姿が正しい。これでようやく完全な
チュードラゴン。だからこそ完全なんだ。善良な心だけでは永遠になれない。そうだ、英雄ね、地球を好む。今の俺には徳や正義心、嫉妬心も復讐心も邪悪さも全て持っている。みんな持ってるね。それでこそ英雄なんです。その全てをコントロールできて初めて強い人間になれる。そうなんだ。人間は誰しも欲の部分があるけども、みんなコントロールできるんだ。闇落としそうなこと、オイラーには分かんないけど幸せな感じかな。ああ、ということで夜を楽しみにしておけよ。楽しめよ、夜は俺はいやらしくなるぜ。よし、あ、もう帰るの？まるでこれまでが清廉潔白だったかのような言い方ですね。翔太の時、お、これが私たちの星の姿なの？そんな、ファージアスとファーゼタンは元は一つの星だったんだ。そうだ、地球は青かった。これが破人戦争のもたらした結果なのだ。破壊神が破れた時、赤き邪眼が飛び散り、その衝撃で惑星が二つに割れてしまったの。二つに割れてたんだよ、あの大陸。わあ、こんな惑星自体大爆発を起こすところだが、それぞれのギルドマスターの結界の力で、ニャンタロウ飛んでませんか？これはすごい。なんてこった。しかし今、赤い神が蘇ればこの世界をつなぐ脆い鎖は一つに引きちぎられてしまうだろう。納得。すると向こうに見える機械の衛星が1000年以上昔に破壊神を運んできたというゴドムか。破壊神は私たちの想像をはるかに超えた力を持つ。デススター、何このデススター。本当に私たちだけで勝てるの？行けなくなるのはこういうことか。ここまで来て前田は仕方ないよ。よし、行くぞ。前田の言ったのと違うからね。アガレスを破壊しちゃうよ。さあ、ラストダンジョン、衛星ゴドム。テガレッタン、テガレッタン、テガレッタン。ガリバーボーイの世界も困難だったりして。ガリバーボーイの世界も割れてるかもな、ね。モーターヘッド。お、不思議な光はヒットポイント回復。宇宙の平和を守っている。モーターヘッズ。回復いらないときにかけて回復するね。待てる。待てるドラゴンやで、待てるドラゴン。モーターヘッド、ハイスペッド。城南かな。どこい。イエス、長男かな。こんなにごついのに戦ってくれないロボ、わらわら。また黒色の実、また実がある。まだ実があるってことはまだ成長するな、これ。こんなにごついのに、ね、戦ってくれないんですよ。戦闘能力ゼロ。モーターヘッド長男。モーターヘッド長男。お、アイスカプリコン。お、マテルドラゴンすごいじゃん。マテルドラゴン来たー。これを毎回やってくれたら最高なんだけどね。毎回やってくれたらね。饅頭の評価が上がった、上がった。メガランチャー、おお。
ランチャーだったらマテルドラゴンとマッチョドラゴンはどっちが強いですか。あ、これか。まずね。イエス。ああ、それマッチョドラゴンかな。ロボさん突入するために無茶して大破するぐらいのお約束もないとは。大破ないですね。もう普通に降りられましたね。お、強い。硬い。このチャウエル。まさかの耐えたね。セイントドレス。おお、これドレスだ。セイントドレス。おお、久々のアティマちゃん。セイントドレス。一旦耐えるとはね。チャウエルハイスペース。マテルドラゴンやってくれたら耐えられないんだけどね、本当に。マテルドラゴンやらないから。アテナのために全員とドレス。白いドレスはいつも。わあ、これ結構長いね。これそのスライムに何期待でしてるんですか。いや、期待はちょっとしてるよ。今まで活躍しなかった分。アテナのない手紙。 PC エンジンチャンネル3大ドラゴン、マッチョドラゴン、エロドラゴン、マテルドラゴン、ま、出ましたね。エメラルドドラゴン入ってないの。エメドラ入れない。うわー、なんだこれ。ボラスゲッツ。ボラスゲッツ。お、なんかいる。ボラスゲッツ。こんなに回避の姿勢の敵なのに全く避けないですね。叫ばせる。タイトルのくせにエンディングでの脱出装置でしかないエメさんが何か。よし。そうだね、エンディングで脱出装置だけだね。セリフなし。アイアゴ。あ、お前はあれじゃん、復活ボスじゃねえ。出来上アイアゴ打ち取ったりの三魔将の一人じゃない。これ なんだっけ。三魔将じゃなくて なんか魔将軍か何将軍だと。ザコに民衆でしたっけ。なんかいましたね。ボスラッシュかな。ボスラッシュか。あ、前のボスよりパワーアップしてんじゃん。あ、ここで寝てる。またもう寝るなよもう。呪いの民衆だったかな。睡眠はやってるだろもう十分。あ、マテルドラゴンミスった。聞かないで。ボスに聞かないマテルドラゴンって意味ないじゃない。ボスに聞かなかったら意味ないよマテルドラゴン。まあこんなとこでパワーアップしてないわけないよね。襟巻きで太陽光を反射しますか。太陽光の反射、あの襟巻きはね、何かの役に立てね。待てる。初戦はまんじゅうだったか。初戦はまんじゅうか。あ、ようやく光を出した。硬くはなってるね。ないよ。さすがラスダニールだけあって。宇宙に来る途中で捨てればよかった。シャンプーハットが肩に落ちてるわけではないんですね。肩に落ちてるわけじゃないと思います。硬くなってる、硬くなってる。今までのボスの中でも硬い方だ。あ、サトネス死んじゃうじゃん。
マテルが回復してないからな。あ、いました。おいおい。硬かったで。ディメオラレベルアップ、アティマレベルアップ。あ、なんか宝箱持ってんじゃん。アースヘルム、うおー、ゴッドヘルム、うおー、メガスマッシャー、すごいすごいのきたね。もうボムグレイブでいくな。ボムグレイブまた忘れて、どっちがいいの。ゴッドじゃない、ゴッドヘルム、アースヘルムの強い、アースヘルムの強い、アースヘルム、メガスマッシャー。もうさっきメガランチャーつけたのに、もうお払いだぞ。メガランチャー520。うわあ、メガスマッシャー、もうお払い箱なのか。元ボスキャラが宝箱の守り盤まで降格か。宝箱の守り盤になってる。アティマちゃんはもう、俺はね、味方山が三つ子に勝つぐらいすごいですよ、多分。社長、装備更新が早すぎるのでは？装備更新早すぎるよ、まったく。出し惜しみしないでどんどん出していくんですね。ここグループ系が多いから、グループ魔法でいい、グループ装備でいいかも。グループだもんね、これね。マテルレ、お、50になったら身食えるんじゃない？食えない。お、なんか起こった。何が起こった？お、マテルドラゴンやめた。マテル大魔王になった。マテル大魔王マテルだった。マテル大魔王になったよ。更新が早すぎる。更新早いな。これまた更新早いね。さっきマテルドラゴンってこのドラゴン、あのダンジョンに入ってすぐ終わっちゃった。マテルドラゴンもう終わった。マテル大魔王になった。何ができるようになったんだろう。何がで、マテル大魔王どうなんだろうね。お前は大魔王だから。あら、マテル大魔王使わないかね。チャオエル、ハイスペース。不思議な光。どうせ当たらないんだろ。ん？こっちも広いな。ハイスペース。広いな。お！これが混ぜる大魔王！すごい！強い！混ぜる大魔王！来たー！あれ？ここに来たんだっけ？めったに来ないな。あ！痛い。飛び散る敵、飛び散る系の敵がいるね。世界を二つに分けた。あれ、ここ来たの。ディメオラを作った創造神たちは当時いたのになぜ直してくれんかったんだろうか。神様勝手だからね。いてててて、神様勝手だよ、本当に。
ターヘッド、ハイスペース。いて。待てる大魔王様、今までの頭の失礼をどうかお許しください。待てる大魔王様、あれ、ここもあるな。あれ、こっち行ってないんだっけ。ここ行ったような気がしたんだけど、ちょっとまた同じような背景が続いて分かんなかったな。まず地震じゃなくて、大魔王ばっかりでいいんだよ。待てる大魔王ばっかりで。自分のやらかした不始末の癖に負けると下手くそ呼ばわりされます。ひどい。どうぞ。ここは何？また何か床が動くとか？ないのか。外れか。外れか。さっきのアイアゴさんがいたところだよね。しかし大魔王ってことは最後は倒さないといけないんですね。最後は一体どうなってしまうのか。大魔王、まあ、マテルの大魔王怖くないもんね。マテルの大魔王怖くないからいいんじゃないの。ほったらかしで。わお、マテル大魔王。こっち行ったのないんだ。ほっとけば何でも食う化け物だよ。いやそれいかんね。地球まで食われたらおしまいだ。まあ、ここファージェスだけど。イエス。まあこっち戻ってもらったけど、地震はあんまり威力ないな。アジマ、愛の告白で合体とかいうやつ初めて見たよ。プラー、プラー、俺と合体してくれ。この言葉忘れてねえからな。イエス。ここがあれがいたとこ。あ、ここあれだ。ここはアイアゴのとこか。じゃあ下の階段違うんだ。下の階段行ってない方だ。行ってないのか。これアイアゴだよね。ん？違う？アイアゴ？あ、アイアゴか。アイアゴがいたとこだ。じゃあ下の階段行ってないんだ。行かなきゃ。なんということだ。ここは、ここがアイアゴだ。アウチ。また割られる。大丈夫だ。オッケー。イエス。不思議な光。外
械なのに中は洞窟っぽいな。そうですね、中は洞窟、外は機械。外はカリッと、中ねしっとり。たまにこの攻撃が痛いとこあるな。割れた攻撃が300食らう。ここ行ってないんだ。なんかいるなこれ。あ、いたいた。またなんか復活ボスかな。じゃあターゼンさんバイオアップ。誰だ今度は。トーテムだ。これ大序盤のボスじゃないこいつ。いてててててあー、マジマジマジ。アタック。いた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 。痛くなかったけど。ディフ。アディフ。再生のスラッシュで唯一苦戦した記憶があるのはファイナルファンタジー1のリッチだけかな。リッチが強かった。ラックス3時間放送足りますか。まあ足りなかったら明日ですね。なんか長そうなんで。こいつも赤くなってる。元から赤じゃなかったっすけど、どうだか、このモグラみたいな顔でしてたと思うんだけど。 RPG じゃないけど、あのバイオレントソルジャーはあの復活の方が強かった。シューティングゲームの最後のボスラッシュに出てくる方が攻撃パターンも増えてるし硬くなってる。珍しい。だいたいシューティングゲームのボスラッシュはね、あの変わらないけど、あれだけはこう復活で出てくる方が攻撃パターン増えてて硬くなってるって。ディメラレベルアップ。パチパチパチ。また宝箱。アースブレード。アースブレード来たよ。90万の刀より。ん、ここセーブできるんですかね。あ、90万の宝より強い。あ、どうだろうね。リターンが効かなかったらダンジョン内だから。あ、これどうなんだろう。どう考えてもあれだよね。単品攻撃だみたいな気が出てるけど、まあ、あ、間違えた。微妙なふうに使った。ゴッドシリーズ、ゴッドシリーズ。よいしょ、ゴッド、ゴッド。あれ、あとゴッド誰だ。ヘルもアースなんだ。バイオシールド。サートネスはディメオラのお下がりで。ロードしかできない。危ない。アースシールド。あ、もうアースシールドか。よし、あとはメイルか。アースアーマーっていうのがあるんだね、きっとね。アースアーマーがあるの、これね。ボラスゲッツ。汚れてる防具。アース。365個目されちゃう。プラネットバスターみたいな。アースをバスターする。
Let's get Zangrams。 やっぱり全体じゃないな。チャウエル、あ、やっぱ単品だわ。やっぱ名前がブレードだから単品だよね。ボムグレイブの方がいいや。ボムグレイブグループだから。ザコ戦はお尻を壊すのか。あー、すいやいや、ボムグレイブの方がいい。ダイワをミスりまくりね。まあ独自魔法だからあんな感じなのかね。お、とか言ったら聞いた。ここあれか。聞いて。マジで危険生物じゃん。大魔王。大魔王。あれ、ここにもあるな。え、じゃあ下の方は行ってないところ。島を探索するゲームがあって、原住民に捕まるとお尻掘られる。どんなゲームある。原住ほっといたら生のためにならなさそうだから始末しましょう。まんじゅう君最後まであれだね。危険だから帰りにここに置いていこう。最後は危険、危険する。あ、なんかいる。単品魔法に変えよう。ノマッド。ほら、マテル大魔王ボスにはやっぱ効かないよ。どこから逃走しちゃダメかな。よいしょ。ワオ、逃げられるかな。ゴキブリ退治に。アディフ、お、ノマッド連続攻撃やってる。アースノーマッド。これノーマッド。お、強い。眠りにかかった。この眠りにかかった。アースノマド。異次元攻撃。大魔王ボスに通じないんじゃただの置物なのでは。待てる大魔王じゃみんな怖がらないね、ボスは。まあ、続きの方がいいや。縦にぐらいはなってほしいかな。頭上でこの釜回転させたら空飛べそう。ウェイ。タケコプターかな。パチパチパチ。ありがとうです。ノマッド打ち取った。パチパチパチを。あれです、新ブレード。もうアスブレードを払えばも。早いよ、ちょっとこのあの武器装備ラッシュはリーザルエンボン。もう一つのダンジョンでみんなあっという間にお払い箱出しちゃう。武器何個変わるんだよ。武器今日だけで何個変わるの。変わりすぎじゃない。ちょっとマジックメイス。スタッフも疲れてきたらしい。ここにぶち込んでくれ。うわぁ、新ブレード。いやー、次は最後が分かんないからね。次が最後というかダンジョンがどれぐらい広いか分かんないから。これ段取りしてデータ容量用意したのに置く場所がなかったのかな。どうだろう、もうちょっと減らしてよかったのにね。もうアースブレードでよかったね。新ブレードいらないじゃない。全体攻撃できないよね、これ。結局レーザーガンになっちゃう。
お、ま、アーティマちゃんもだいぶ分かるけど、まあ全体攻撃できるレーダーがないと。社長の決定もあるから明日の方がいいのかな、うん、社長が考えた装備をラスダンに全部詰め込ませたのかな。ホーリーソードとかが来るなら分かったんだけどね。既存で言った結果ですよ。よし、刻んじゃ、刻みすぎじゃないのこれ。まあ、ここまで来たらもう単品装備でも大丈夫かな、これだけ攻撃だと。じゃあバイオボムグレーブの方が強いのか。あ、アースブレードは装備できないんだ。アースブレードはサッドネスだ。じゃあもう本当にお下がりにもできないんで、アースブレードの、いや、アースブレードの立場が ないよね。俺はこれ、ここ再生ボスからボスの間だけみたいな。しかも使ってくれる。そんな、社長が考えた装備全部積み込んだね。俺の考えた装備あるんだよ、これ。いいネーミングだろ、これ入れてくれよ。もう入れようがないです、これいい装備だから。お、全体攻撃だ。いいやね、いいね、グループ攻撃だ。そうですだね。社長どう、あれじゃない、やっぱり社長だね、これは。俺の考えた装備かっこいいだろ、これ使ってくれよ。いい名前なんだ、シンブレード、いいなぁみたいな。え、そこないだ、アースブレードよ。アースブレード最強の剣。いやいやいや、アースより上上、これすごい攻撃。シンブレード、これラスダに置こうよみたいな。もう置くとこないっすよみたいな。あ、再生ボス作ろうよ、再生ボスに宝箱守らせようよ、それ以外いいわみたいな。ラスダに置いてあるから、ラスダに薬草が置いてあるよりみんな喜ぶよ。しょうがない、置きましょうかみたいな。あれ、ここはじゃあ同じようなところだから、たけしの挑戦状のように思いついたもの全部入れとこうよ。あ、ここ行ってる。アーマーがないね、アーマーが。しかし武器はこんなに変わったのに。まあアーマーなくてもいいんだけども。迷いますね。流れから言ったらアースアーマーがあるんじゃないの、これ。アースアーマーが、アーマーだ、誰かアーマーがあるよね、絶対にこれね。アーマーがあるはずだ。社長がアーマーを考えてなかったんですね。武器が2回ある前にアーマーが欲しいなって。とも、っと対策にするつもりが、ちょっと開発期間が不足だったんかな。かな、もうちょっとね、ダンジョンが、ダンジョンとかイベントがあって、そこに装備が置かれるはずだったの。アイディアが溢れちゃったんだろうな。リメラレベルアップ。これ何？スイッチがある。もうそう、新ブレード全体攻撃じゃん。ブレードで全体攻撃で、どんな攻撃なんだ。すごいな。ジャイアントカプリコーン。ヨリン君の装備を考えておいたのだが、あのまんじゅうか、あ、まんじゅうレベルアップ51になってるから身食えるんじゃない。ないない、黒色はなかったっけ。いかにも暴れそうなロゴがただの乗り物ってのも怪しい。あれ、これどっち、これはどこから来たの。あ、ここからなんか来た気がする。ん、これは
あ、ここにもなんかあった。キリが決まって設定作ってたの。全部出してくぞ。全部出してくぞ。まあ一応あのロボに乗ってる時は適当なんでね、あの適当の戦闘がね。お、エクスカリバーがここにあるよ。また武器かよ。ちょっとエクスカリバーとかあるよ。あ、でも弱い弱いよこれ。こんなに剣がいらないよ。めちゃくちゃあるじゃん。何エクスカリバーにバアースブレード、シンブレード3本飛びましたよ。大盤振る舞いだな。しかもエクスカリバーこんなただの通路だよ。通路ボスが守ってるわけでもなく、こんなに使い切れないよ社長。やっぱ RPG エクスカリバー入れようよ。もうボスがボスセッティングしちゃいますよ。ボス各3個宝箱守るっていう話で、じゃあどっか置いとけよ。ラスダンどっか置いとこう。じゃあ、あの通路で、あ、いいいいいい、エクスカリバーが通路でいいんですか。いいよいいよ。最強ではないんだろう。最強シンブレードな。在庫一掃セールのような扱いですね。いや、横だね。在庫一掃セールみたいな。あ、あそこも高いのか。あれ、開いてんの。開けたんだ。強いわ。これ開いてる？開いてるか開いてるかよくわからん。開いてるっぽい。左右つながってたっぽいですよ、ね。ということは開いてる。開いてる、開いてた、開いてた。これも開いてた。あ、一回通ってる。アイテム断捨離できてないな。わらわら。あのここ来る前ね、そう。結構整理したんですけどね。整理したんですけどね、あっという間に溜まってきちゃった。鎧がないね、鎧が。ねえ、ま、忘れちゃう。ね、同じ風景みたいな感じだから。一回通ったのか通ってないのか分かんなくなっちゃう。シンブレードかっこ悪くないですか。俺シンブレードいいと思うよ。真のブレードだよ。まことブレード。俺シンブレード最強がいいな。最強にしとけよ。いや、開発側の断捨離がわらわら。そうですね。開発の断捨離がもう入れたいもの全部入れたみたいな感じですね。あれ、ここが設定してたけど、もう後半出すところなくなっちゃって詰め込んだ感じですかね。そんな感じですね。イベント削っちゃったのかな。あれ、これ戻りだよね。まあ昇竜拳というのもありますし。新昇竜拳、今日も残り10分程度。あれ、抜けない通路あったんだっけ。あれあれ、ここはスタート地点に戻りませんか。俺が考えた最強の剣なんだぞ。シンブレードはかっこいいだろ。シンブレード最強にしようよ。シンブレード最強、オッケー。なんか効かないやつ。まあ今日はここで戻りますか。明日エンディングワークですかね。さすがに広くでも2時間半あれば明日クリアできるだろう。あれ、1周目何枠でクリアしてんだっけ。1周目超えてる、ひょっとして。今日迷いまくったからな。1回目の時迷ってなかったのかな。1回目が49で終わってるから、2回目は肉18、98で終わる。98でもう終わってる。終わってなきゃいけないんだ。終わってない。99になってるのに終わってない。終わってないじゃないか。わらわら、1回目より枠数増えてる。ゴジラに新、ウルトラマンに新、仮面ライダー俺の年狂いはなかったろ。結構迷ったな。フルボイスもあるかな、やっぱりね。ディレクターズカットで。カコラックス早いな。男女迷ってないの。カコラックスさんにかなうわけないだろ。
これには過去の私も苦笑い。カポラックスやるなぁ。49でクリアしてんじゃん。フルボイス入れてなかったとしても、おまけダンジョンとか言ったんじゃなかったっけ。1回目もちなみに言ってます。1回目も言ってますよ。それであれだから1回目すんなり言ったんだね。あら、わらわら、なに1回目早すぎだろ。ちょっとカコラックスさんはいつも予定があるからしてるんだろうな。むしろ1回目行ったから2回目も行った感じでしたね。そうなんですよ。どういうことなの。おまけダンジョンがあるの。誰だよ、1回目やったの。知ってるんだね。ぶっ刻みすぎて行く意味もないんですよね。よいしょ。まあまあ確かにあそこ行かなくてもあそこに、まあいい装備あるけど、さらにいい装備がまだまだありますからね。どん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 ね。行かなくてもいいんだよね。で、雑魚的一層に使えるレーザーガンは自分で作れますからね。あの店売りの武器でね、これこのビームライフとレーザーガンで、ね、ここら辺はもう全部邪皇帝の迷宮で手に入れたやつだから、なんていうか、これ戻れる、確か戻れたはず。入れてるのかな、多分ね。入れてると思うよ。よかった。今日帰りますか。武器整理しとこう。やっぱ詰めすぎた。わらわら。最後の最後に詰め込んできましたね。あと行っても行かなくてもいい街がね、何個だった？2箇所ありましたからね。あそこら辺にイベント入れとけばよかったんじゃないですかね。あそこら辺にイベント入れとけばもうちょっとバランスがよくいけたんじゃないですかね。どうせまだ武器そこら辺に落ちてるだろうし整理しなきゃ。ポリワンドいいかも。アカシック足りなくなることない。イベントないの。強化で化ける装備あるのかな。あ、そうそう、イベントなかったですね。あのミナックスの町とマチャーキの町、マチャーキの町はイベントなくて装備だけでしたね。あ、どうだろう、強化もできないんじゃないかね。一応みんな装備外してみようか。そう、新ブレードとか、あ、ボムグレーブはできないか。新ブレードできるのこれ。できちゃう、できちゃう、これなかった。さすがに新ブレードだから、新ね、新ゴジラ、新ガンダム、なんだっけ、新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、シングルドラマン、新ブレード、新ブレード、新ブレード、デススライサー、マジックメイル、新サムライスピリッツ、メガランジャ、新サムライスピリッツ、社長はアンノだった。ダウンシールド、バイオシールド、リーサルウェポン、あれリーサルウェポンで、リーサルウェポン、新仮面ライダーというのも、リーサルウェポンで、新ゲッター、あ、リーサルウェポン、どう見たかった、あ、リーサルウェポン、ここのパーツもかなり変わりましたね。山本新ラストダンジョンに行って、お宝あさってお店に売るさよ。お宝いっぱいあったわ。パーツも何回変わってるんだ。パーツもめちゃくちゃ変わりましたよ。今日の3回変わっちゃった。お金のしかし単位は1、10、100、1000、まあ100万いってる。100万、アースブレードももうおー、これはアースブレード40まで引き取るで。エクスカリバーもねえ、バイオ系が最高なのかと思ったら、わあ、トータル1、10、100、1000万、200万になった、200万になった、うおぉ、すごいわ。あ、レーザー界なんだよ。よし、OK、グッドラック。
完璧だ。200万になりました。200万オーリー、あとアースアーマーと、アースアーマーだけですかね。多分アースアーマーと、あ、アティマちゃんのセイントヘルム、セイントシールドとかありそうですね。370万とはお金持ち。あと1つのボスが宝箱3つ守ってるから、セイントヘルム、セイントシールド、セイントアーマー、じゃあ、いや、アースアーマーですかね。あともう一人いるね、ボスがね。あとボスがいたらちょうど、あとボスとラスボスですかね、復活ボスが一人いるでしょう、このだと思うじゃろ、うん、回復はいらないです。お金いっぱい。お時間ですかな。お時間、はい、ご視聴ありがとうございました。 PCN にファージアスのジャコーテは明日エンディング枠です。明日いよいよエンディングでございます。オンでした、オンでした、オンとオンです、オンです、オンとオンでした、オンでした、オンパイ、オンでした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 、オンツー、はい、オンでした。明日まだ武器出てきたらびっくりじゃん。はい、おやすみなさいじゃない、オツでした、オツです。果たして大魔王マテルは倒せるのか、大魔王は出てくるのか、ラストはハッピーエンド、それとも大どんでん返し、これはね、言えませんけれども、言えないな。そんなにハッピーでもないような気がする。